今日、今日は何もなかったかね。じゃあちょっとうちに寄ってきたまえ。すごい茶碗を見せてやるよ。茶碗ならこの間拝見いたしました。まあいいじゃないか。いや、足立じゃ。どうじゃね。いや、結構なお手前で。君も茶の方の作法を心得ておるらしいから、茶碗のこともよくわかるじゃろ。今日これに入るのが500万円の沼津島だ。沼津島、うん、値が三島より3倍も高いから、同じ島もんでもぐっといいに違いない。社長、沼津島だか沼津島だか知りませんが、たかが茶碗一つに莫大な金を出すな、そりゃつまらん。宝の島ならともかく。君、丸や銀蔵の師匠ともあろう者がそういうゲスなことを言っちゃ困るね。日本は文化国家じゃないか。我々は文化を尊重しなければいかんよ。高尚な趣味に生きなければな。それに買っとけば眠れるし儲かるからな。ごもっともで。親族に金を持たしてったから自分に帰ると思うから。参考のために君も一度見ておきたまえ。じゃあ参考のために沼津島を。沼津じゃない、沼津だ。ごめんなさい。しょうがないわけ。ご活発なことで。行くわよ。オーケー。あ、危ない。ごめんなさい。ワン、ツー、スリー。お嬢さん、大変なことに。私は首でしょうか。どうしたのよ、やぶから棒に。実は例の茶碗の件ですが。ああ、沼津島。いや、実はそれがそのものは茶碗ではございませんので。茶碗じゃないの。じゃあお皿。いえ、お皿でも。おだんぶり。いえ、そのものは加工品ではございません。あと12も。何なのよ、じれった人ね。それが本当の島なんで。本当の島。ポカーンと海に浮かんでおりますんで。そう、私もおかしいと思ったわ。お嬢さん、どうしましょう。どえらい間違いで。私はクビでしょうか。金属、どうした。沼津、今沼津ではございませんので、沼津島で。沼津は、ヒゲの生えております。それで持ってきたのか。それが持ってくるというわけには参りませんので。大きいのか。ああ、うんと大きくて。それでは会社のトラックで運ばせたらいいか。トラックでも、とてもとても。そんなに大きいのか。はい。お父様、そのものはね、海にポカーンと浮かんでる島ですって。何。なんとも申し訳が。あの、これです。ある家族の祖先の大名が持っていた島だそうで、重罪犯人を島流しにして、世間には知らせずに置いたのだそうですが、おそらく今では罪人も死に絶えて完全なる無人島であろうと。いや、それが、そのあの、ナマズの形に似ているので人呼んでナマズ島と。あちらにもある、こちらにもあるという品物ではございません。はい。バカもね、無人島500万円で買ったのか。まあ、そういうわけで。は、何、貴様みたいなやつだ。首でしょうか。首でもつって、死にまい。社長、
何だね。あの地図のある通り、誰にも知られていない無人島があるなら儲かりますよ。儲かる？どうするんだね。株を募集するんですよ。株？ナマズ島開発株式会社とかなんとかっていう会社を作りましてね。だって君どんな島だかまだ分かりゃせんよ。そんなことはどうだって構いませんよ。儲かる儲かるって大宣伝をするんですな。売れますよ株が。それであの島が使い物になるなら、ルーレット、裸踊り、酒、俗に言う飲む、打つ、買う、浮世を離れた歓楽場を作る、警察の目を逃れてね。なるほど、儲かりますよ。新徳、ナマズ島は確かに無人島だな。それは確かに。そうか、よし、お前は直ちに島行って様子を見てきなさい。は、私が無人島探検に。そうだ、無人島探検、無人島探検素晴らしいじゃないの。私も一緒に行くわ。私もスリルだわ。私もロマンティックだわ。私も素晴らしい刺激だわ。お嬢さん、そんなことを言ってナマズ島は無人島ですよ。鬼が出るか蛇が出るか。だからスリルがあって面白いじゃないのねえ。そうよ。本当だわ。そうだ、そうですか。バカだ。
金八さん。あ。おめでとう。じゃあ、ありがとう。そうだな。どうしたんだよ。おいおい、忘れてもらっちゃ困んねえ。今日は記念日よ。記念日？何の？僕の漂流一周年記念日さ。そうか、早いもんだね。もう一周期かね。そうか、今日は正月命日か。そうなんだ。おいおい、縁起の悪いこと言うなよ。僕はこの島へ流れ着いてきてからとても幸せなの。煩わしい浮世を離れて、島は我々5人だけの天国じゃない。ねえ、あんこちゃん。ええ、私もあなたに会ってからこの島が急に明るくなったような気がするわ。そうですか。さあ、さあ、僕だってあんこちゃんに会ってからこの世の中がパッと明るくなったような気がして。さあ、どうぞ。十分に。俺はおめえが来てからまるっきり世の中が暗くなったよ。でも真っ暗だ。なんだか食欲もなくなったような気がするよ。俺もだ。さあ、いただきましょう。一緒に食べましょう。ああ。ちょっと待って、博士どうしたのかしら。え、あ、そうだ、博士を忘れた。聞こえなかったかな、合図。博士は研究に夢中だからな。また大量の黒点でも増えたんだろう。あ、非常警報だ。なんだろう。え、あの、もう一度でも現れたんじゃないか。行ってみましょうよ。一緒に行け。博士、どうしたんです？また太陽に黒点でも。いやいや、太陽ではない。海の上に黒点が現れた。え、海の上に。誰だ、ちょっと。あ、船だ。船が来る。船。え、船。船。わしはこの島へ流れ着いて5年3ヶ月になるが、まだ一度も船を見たことがない。どれどれどれ。あれは船だ。何しに来たんだろう。海賊でも現れたんじゃ。え、海賊。はい、何でしょう。島から黒いものが。煙のようね。無人島からどうして煙が。変ね。誰かいるんじゃないかしら。誰かって誰でしょう。海賊じゃないかしら。海賊。お嬢さん、帰りましょうよ。バカね、あんた。ここまで来て帰るわけにいかないじゃないの。正体を見届けなくて。そうよ、乗りかけた船だわ。しかし女ばかりじゃ。お前がいるじゃないの。私。お前だって男の端くれでしょ。端くれ、端くれ。あゆか、やば、やば。つまり彼らは我々と同じ漂流者ではない。服装も立派だし船も持っている。するとやっぱり彼らは海賊ということに。しかしそれにしては君、女は多すぎるよ。いや、それは分からん。女の海賊だっているかもしれない。そうだ、油断はできない。女は魔物だからね。ね、
いや、あの、無論あんこちゃんは別です。いや、要するに、我々生津島市民諸君は、島の自由と平和を守らなければならぬのである。であるから、すなわちである。しかるがゆえに、でなければならない。では、どうであるか、こうである。そうでしょう、諸君。おう、そうだ。賛成、いいらし。了解。ああ、もっと絶対。絶対。それでは、どうするんですか。代表を送って、彼らの言うことを聞いてみた。それがいい。まず交渉だ。しかし、誰が代表で行くんだ。いや、それは、どうだろう、金八君にお願いをしたら。え、あの、僕は海賊と。いやいや、まだ海賊と決まったわけではない。それに君は当たりも柔らかいからな。そうだ、それに頭もいいし。女にモテるし。そうだってね。あ、待て。では、投票していただきます。聖なるナマズの首飾りに誓って開票いたします。3対1の絶対多数で金八さんが代表と決定いたしました。守るのはあんた男の義務でしょ。いや、そうですが、しかし言うことを聞かないとお父様に言ってクビにしてもらいますよ。そんな脅かしは。じゃあ早く行ってらっしゃい。はい。何してんのよ、早く早く。はい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 。海賊でなかったので安心した。うん、こっちも安心した。ところで要件というのは何だ。即刻この島を立ち退いてもらいたい。あ、そう。何、そんな無茶な。この島を立ち退いてどこへ。それは君たちの勝手だ。そんな無茶な。この島は我々漂流者にとっては天国だ。天国か地獄か知らないけれど、こちらには所有権がある。うん、こちらには居住権がある。いや、いやだい。どうしてもいいや。どうしても嫌だ。
サイン。え？ちょい待ち。うん。妥協して立ち抜き料をたんまり出すがどう？立ち抜き料10万円、一人2万円ずつ。10万円、一人2万円ずつ。本当か？俺も男の端くれだ。端くれ？はい。ダメだ。ダメ。じゃあ20万円出すがどう？ダメだ。ダメ。じゃあ30万円でどう？何30万円？レイレイキンパリー。ガーバイシンドク、ガーバイシンドク、おおお。どう？ダメだ。自由平等を叫んでこの島に流されたあの尖閣者の記念碑に対しても絶対に金には転ばん。ダメだ。ダメ。ダメだ。お気に召しませんの？いや、そういうわけでは。では、40万円ではいかがでしょう？めっそうもない。お嬢さんにそうおっしゃられましては。痛い！ダメですわ。ごもっともごもっとも。あなたのおっしゃる通りですな。痛い。しかし、あなたをこの島へ置いとくのはもったいない。東京へ私と一緒に参りましょう。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん。ダメだ。では、50万円で手を打っていただけます？いや、お嬢さんにもうそうおっしゃられましては。痛い。100万を出しなくてもダメですわ。わっしょい、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 わっしょい。では、交渉は決裂ですよ。もちろん決裂ですわ。残念だけど決裂だぞ。しょうがないけど決裂だ。Bye.
今度は随分大きい船ね。気圧の応援かな。あんなに来ないじゃかなわいいよ。よし、手分けをして様子を探ろう。宣伝をして、ナマズ島開発の株を募集するの。株を、はは。大きな事業だよ。すると、あの猿どもには困りましたな。どうしても立ち退かんのか。どうしても嫌だと。お待ちどおり。そうだ、鉄に話をつけさせよう。鉄？徳丸の鉄、丸屋組の用心棒の。はは。これは素晴らしい。うちの社長に何よりのお土産だ。これって何ですか？俺にもわからないんだが、社長がよく文化文化と言ってる骨董品の石だな。へえ。おバカ。静かに死ぬぜ、ちょめ。大変だ、記念品が。え、記念品を。大変だ、あんこちゃんが。お嬢さん、こんにちは。監督さん、どうです。なかなかいいでしょ。なるほど、あれだよ、出せるね。無人島から来たスター、いい宣伝ですな。ねえ、あの子は日本語できるの。まあ、失礼な。ちょっと取らせてね。一躍大スターですよ。はい、アップできましょう。おう、あ、ちょっと、ちょっと、あそこにいて。あ、ちょっと、ちょっと、あそこにいなくて、あそこ。あそこにいな。あそこにいな。危ない、危ない。うわぁ。早く。早くして。よし。はい、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 あたたたた、何してんの、早く、はい、それ。
すいません、バッグに見物人が。マジいいじゃないか。ダメ。おい、ダメ、どいて。ダメ。お嬢さん、ここいらっしゃい。調子づけやがって。あ、危ないわよ。大丈夫、金やらが。なるほど、奴らか。そうなんですよ。まるで猿ね。そのこと猿だと宣伝になるんだがね。じゃあちょいと顔を聞かせてきやしょう。うん、ご苦労だが脅かしを聞かせてもらうか。へい、お、やろうとも。へい。鉄砲をぶっ放すとは何事か。私たちを何だと思ってんの。うん、猿じゃあるまいし、紳士淑女に対して失礼な。うん。あ、非常警報か。いや、違う、八番の罠に何かかかったぞ。ウサギかな。この鳴り声じゃよほどの大物だぞ。閉めた、晩飯のおかずができた。あんこちゃん、待っててね。それ、それ。人間じゃないか。待て待て待て。おう、こっち。やいやいやいや、トカルド鉄道知らねえのか。さあ、見かけなかったようだな。な、おう。東京内、俺のこった。面を見ろ。面の傷を見て物を言えてんだ。あ、罠で怪我でもなすったんですか。はい、いや、大したことはない。やろう、なめが。来い。どこだ。兄にも似合わない。大きななりして。せんで、縄張り違えら。仕方がない。奥の手だ。え、奥の手って？先方の申し入れは、我々の代表を東京へ送って、直接飼い主の社長と掛け合ってくれと言うんだ。それが一番早い。あんな手下と話し合ってるより。それで代表を選ばなければならないのですけど。それは今までの行きがかりから言っても。当然金八君は適任者だ。この僕は この島を離れて東京へ。そうです、我々の希望から言っても。しかし辛いな、今この島を離れるのは。何日ぐらいでしょう。あ、いや、それは分からん。
1ヶ月になるか2ヶ月になるか。殺生ですよ。この際僕としては個人的な事情はいろいろあろうが、この際公僕としての責任は重大だよ。金八君、生地島の自由のために多少の犠牲は忍んでくれ。頼む。そうだ、行きなし。賛成。アンコちゃん採決。何をしてるんでしょうね。固い約束をしてきたんですけどね、うん、ごめんなさい、全員待った。いや、ほんの2時間とちょっぴり。もう これ今まで買って作ったのよ。あ、ありがとう。しっかりやってきてね。すいません。おちょっと失礼。もういいかい。まだだよ。もういいかい。もういいよ。どうです。まあ立派だわ。そうですか。東京の女に騙されちゃダメよ。え、騙しても騙されません。まあ、いや、それくらいの心構えでいかなくちゃ。そうね。あなたは特別人がいいから。いや、こんな大切なもの。うん、いいの。だってあなたは島の代表なんですもの。そうですか。帰るまでこれを僕だと思って。じゃあ、お別れの。だって、小鳥たちが見てるんですもの。いや、へっちゃらですよ。目をつぶっていたら分かりませんよ。ね。断じて妥協はできんです。あら、そんな固いことおっしゃらないでよね。おう、ナマズ島の市民職員よ。おう、
東京の市民諸君よ、いな、都民諸君よ、我々生津島の市民は島の自由と平和のために、はえっ、諸君に訴えて、かの横暴なる深淵なりき、どいたどいた、お嬢さん。お待ちになって。いえ、ほんの2時間とちょっぴり。まあ。あ、これは見覚えがあるでしょ。あんこちゃんの作ってくれたパンツにそっくりですね。そうよ、改造させたの。じゃあ、あのパンツをどう、立派でしょ。お、おう。あら、どうしたの、あんこさんのこと思い出したの。え、え、え、いや、私のこと忘れたりしちゃう。とんでもない。じゃあこれ。はい、私にくださる。これをですか。え、これはそれ、ご覧なさい。やっぱりあんこさんのこと思ってるんでしょ。いや、そんなことは。じゃあくださるわね。え、あげます、あげますと。しょうね。どうもありがとう。やっぱりあなたは私のものだわ。さあ行きましょう。この尻っぽに麻雀クラブ、統計所、この広場に野外大ホール、酒場、この丘にルーレット、ハイアライ、ドッグレースなど、島いっぱいに酒場と博打場を作りまして。はあ、飲む打つですな。はあ、遊歩道路はこの海岸から丘を通じて、ここに大ホテルを作ります。買う方はどこになります。そいつは
この池のほとりにローマ風呂好きの秘密クラブを作る。ただいま。金八君もすっかり文化が身についたね。いや、どうも。どうだね、文化の味は。は、結構な味で。つまり、ナマズ島はそういう文化的な島にしようというのが我々の計画なんです。まあ、見たまえ。ここが音楽堂、ここが図書館、ここが子供たちの遊園地。はあ。ねえ、女ばかりのアパートも欲しいわね。はあ、それはこの池のほとりにできます。素晴らしいわね。はあ、そうです、悪くないです。どうだね。何がですか。この文化のために君や仲間を説得してくれんかね。しかし、僕としては。ねえ、お願いだわ。どうだい大将、この辺で男になってさ、引き受けたって一つ胸をポーンと叩いたら。何、君の顔を見るとどうも逆らいたくなる。ふん、悪い顔だぜ。純六、お前引っ込んでなさいよ。ねえ、いいでしょ、私のために引き受けてちょうだい。は、お金ならない、あなたのためですから。お父様にお願いして島の支配人になっていただくわね。いいでしょ、お父様ね。悪くないですな。徳原の鉄腕に。あ、建設隊の資材の積み込みはうまく進んでるかね。はい、あと二三日で片付きますが、この地図を荷造りしておきませんと。あ、そう、よろしく頼むよ。はい。潮君、なんだかわしは急に島へ行きたくなった。明日出発しよう。明日、建設隊と一緒に立たれては。いや、早い方へ。明日出発しよう。君も一緒に行ってくれるね。は、私も行くわ。やぶくんじゃないと。おー、そろそろ下ろせ。ほらほら、そろそろ下ろして。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 そろそろ。ただいま。やっぱり金八さんな。皆さん元気ですか。あなたのその格好は。文化です。毛皮のパンツは。あ、あれはハンドバッグにいいそうです。生地の首飾りは。代わりにこれを買ってきました。どうです、踊りませんか。しない。あ、あんこちゃん。あの丘に賭博場と酒場、うん、あちらの森に池があって、そこが例の秘密クラブだね。さよう。飲む使う。はは、文化もなかなか儲かりますな。何が文化だというんだ。この渦買うということなのか。あ、違うよ。我々の生活を見たまえ。まるで獣物ではないか。我々は文化の恩恵に寄さなくてはならん。騙されんぞ、裏切り者め。それでは君の言う文化というのは一体何なんだ。それは文化とは、例えばこの小さな箱である。一度開けば驚く流れ、世界中のニュースでも素晴らしい音楽でも、はい、この通り。柔道は客に惚れたという意味。配給ラジオでございます。東京の1班はお芋15日分、東京の2班はお芋8日分、東京の3班はお芋25日分、当分の間、東京中全部、配給はお芋だけでございます。それがお前たちの言う文化か。
あんこちゃん、対決。賛成。裏切る者は追放だ。あんこちゃん、早く早く。そうだ。祖国採決。うん、異議なし。では、金八さん追放に賛成の方はご起立願います。おう。では採決いたします。聖なるナマズ。あ、ナマズ、ナマズだ。アコちゃん、ナマズの首飾りは？よろしい、出ていきます。出ていけばいいんでしょう。出ていけば。支配人、どうだったね。はっ、ま、任しておいてください。大丈夫かね。はっ、ま、いっぱい行け。はっ。ナマズの子供はナマズの子、クジラの孫ではないわいな。それが何より証拠には、まずにゃにょろにょろひげがある。いざ立てナマズ勇ましく、それが何より証拠には、ナマズにゃにょろにょろひげがある中を連れしたまえ。残しておいては。ありがとう。僕はここで待ってるから。君君、大丈夫かね。あんな小さな船みんな乗れるかね。乗せてやるつもりはありませんよ、あんな猿どもは。さあ、早く早く。あと4時間で50分しかないわ。
船を作ろうか。バカ、4時間で船ができるか。じゃあ、泳いで逃げよう。途中で深で浮かれるぞ。じゃあ、ナマズの神に乗ろう。祈ったら助かるか。それはナマズの神だけがご存知だ。おい、おい、あの人たちが船に乗せてくれるそうだ。え、じゃあ本当か。喧嘩を返したのに。いや、あの人たちもやっぱりいい人なんだよな。さあ、早く急げ、行こう、行こう。早く、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 今までの虫付けは平にご用したら願いたい。いや、こちらこそわがままばかり申しまして別荘もございません。喧嘩はできないものですな。いつ何時お世話になるか知れません。まったく、いざ鎌倉という時に肝心の船を流してしまいましてな。船が、それを頼りにしてきたのに。たった一艘の丸木船もこのバカな状況のせず流してしまいまして。何度も面目次第も、バカ、この島を貸せやって。やっぱり茶碗の方が無難だったわ。こんなことだったら島の奴らにくれてやればよかった。しかし天変地異は計算には入っておりませんからな。地震がなかったらこの島で大儲けができたんです。何？では君たちはやっぱりこの島を飲む打つ買うの遊び場にして人儲けしようとしたのか。何？その飲む打つ買うっていうの？そんなことはすぐに聞け。いや、それは酒と博打と女の島にしようとしたんですよ。まあ、うん、偽物だ。あら、この服純毛よ。これだって純毛よ。そうです、偽物だ。あなた方の文化は偽物だ。俺はバカだったよ。でももう騙されんぞ。もう手遅れだよ。地震はどうなるんだ。地震、過去が証明しておる。この島で死ぬのか。いやいやいや、あやあやうわあ。どうしたんですか？私まであなたを騙していたと思われるのは私信頼ですか？いや、決してそういうわけでは。誤解なさらないで。私寂しく一人で死んでいきますわ。どうぞお幸せにお暮らしくださいね。ええ、僕たちだってあと1時間でねえ。ええ、せめてそれまででもごゆっくり。あ、そう、え？はい、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